この辺っていうのは幡ヶ谷から代々木上原にかけて、まあ、カフェとかパン屋とかがすごい多いんですよ。で文化的にはこうすごい人気のある街なんですけど、レコーデが一切なかったんですね。パドラーズコーヒーがある、古着屋もある、美味しいパン屋もいっぱいある。でその中のピースにレコーデが抜けてるって言われたんですよ。でそのワンピースにならないかっていう話だったんですね。エラレコードのクザラです。レコードはですね、基本的にはもうジャンルレスなんですけど、簡単にロック、ソウル、ジャズで言うと大体なんか平等に好きですかね。あとまあクラシックも、僕はもう映画音楽じゃないですか。はい、映画音楽なんで、ハリウッドの音楽、アメリカンニューシネマとか、昔のアメリカ映画ですよね。なので例えば買い付け行っても売れないレコード買ってきたりあとやっぱり今でも現行でいろいろ映画やってるじゃないですか。で古い音楽はアメリカ人が使うのが非常に上手なんで、やっぱり買い付け行くときはそこからインスパイアされることがすごい多かったですね。結構ねそういうの多いですよね。ウッディアレンで使っててこれはと思ったとか、タクシードライバーとか地獄の黙示録とか、そういう感じなんですよね。これなんかも誰も気づかないですけど、これは村上春樹の小説で使ってたやつですね。ロビンズネストっていう、買ってきたんだけど今まで一回も売れたことがないっていう。あとこれですかね、これソウルバス、はいはいはい、ジャケットだ。ソウルバスかっこいいですよね、はい。例えばあの羊たちの沈黙ってあるじゃないですか、はいはい、あれでグレン・グルドのゴールドベルクっていう曲、バッハのを使ってるんですけど、はい、レクター博士があの縛られてるシーン、分かります、はい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 、あの時にかかる音楽なんですよ。であれ見た後にグルド聞くとすっごいかっこよくなるんですよねやっぱいいなっていうなんかこうグルド自身がピアニストなんですけど、もう30ぐらいでもうやめるって言ってライブをずっとスタジオレコーディングしたって、ちょっと変わったって言ってたんですよ。でその変人の音楽があのレクター博士のシーンでかかってるっていうのは結構グッときますよね。もう面白くないんだったらお店をやる必要ないんですよね。ウェブっていうのは極端に10万でも20万でも出せるんですけど、お店っていうのは非常に限られてるし、あとお客さんの数も限られてますよね。なのでもっと僕らの方から積極的にいろんなものをしっかり選んで、でメッセージ的なものをこう出していかないと、多分お店としては面白くなくなるんじゃないかなっていうことで、僕らが面白いと思うのを一生懸命押す、もうそれしかないと思うんですよ。存在はこうなんていうんですか、新しくないんですけど、受ける印象としてはもう毎日がこう新鮮なんですよ。発見があるんで、レコードっていうのは。で不思議なのは、外から見ると、まあ、普通のレコード屋さん、でもレコード屋さんから見ると外の風景がもっと世界に見えるんですよ。いろんな国の人が買うから。